番手はキングズパレスだ。毎週追い切っている主戦の松岡騎手がラストをしっかり動かす調教を犯し、先週の W コースはラスト1ハロン11秒2、5ハロン71秒3、今週は11秒3、6ハロン82秒8をマーク。特に今週の反応はシャープできっちりと仕上がった。課題のもたれ癖は右の見せ持で対応していたが、 左回りの方が強い強制がいらない点でプラスだ。セレシオンは最近では珍しく P コースに入れてきたが、頭の高い走法ながらもスムーズに四肢を動かし、滑らかに加速していた。先週の CW コース3等合わせで6ハロン80秒に、ラスト1ハロン11秒3と伸びており、仕上がりに不安はない。ライトバックは速い時計は2本だけだが、 先週の CW コースで長め7ハロンから96秒6、ラスト1ハロン11秒4としっかり負荷をかけられたことで、今週の反応は鋭くなっていた。休み明けから動ける状態だ。